ついてこいなんて言ってないよ。おかしいの。ここ先ほど訪れた防潮旅館や廃屋のことはすぐに思い出せなくとも、どことなく周りのものに見覚えがあったんじゃ、ここではそういった感じもしない。過去に訪れたことはあってもさほど印象…そんな、本に書いてあったことが確かに他のに…がっかりさせてしまって、す…いやありがとう。おや、あれはなんていう山だい？お、どれのことだ？ん？あれって奥蔵さん？奥蔵さん、奥蔵さん。おばあちゃん大丈夫？無理して思い出さなくても大丈夫だからね。奥蔵さんに身を張る。どうした？シンくんじゃなかった、カン、何か。奥蔵さんへ行こう。でも心配はいらぬ。わらわがついている限り問題。本当か？定期的に服この発明品。たく、最初から何を言う。人はまず、そうださっきも言った。ふぅ、どうだ、干ばつはもう終わったというのになぜまた悲しい顔を。薬の効き目がもうすぐ切れてしまうの。君に出会ったことを後悔し、お願い、泣いて。覚えていないの？あなたはここでずっと暮らすべきだった。露を糧とし天地を家にすべきだったのに。ここで最初のあなたが、そして最初の私が。そういうことだったんじゃな。おばあちゃん、変態おばあ。龍仙、思い出したか。お、龍、お前たち。おばあちゃん心配しな、みんなやっ。いや、創業口。おばあちゃん。ああ、私はか。オイラたちが。私は風をつい、仙人様。時折、私はこう思っておった。50年前？そうじゃ、仙人様。じゃが、薬の効き目は。まさかこれが、物を、もしかして。そう。愛する人ができ、そそっかしくて不器用で。力量も私には及ばないというのに、私と同じように胸に熱い志を。私はあの人に惹かれるようになった。じゃが、そんなことが。私は過ちを犯してしまった。たとえ師匠の期待を裏切ったことは分かっておった。合わせ
自分の口から師匠に伝える勇気がな。しかし鶴であった今にして思えば、あの日防除旅館で千人の血が混ざった丹薬をぐ、おばあちゃん、偶然千人様人間が結そうじゃ、昔奥蔵さんにいた頃、わらわはいつもたやすく言い当てた。鶴の時だけでなく、こうして人間の時も。ちょっと待って、なんで。あの時のお前の置き手紙を見て、わらわはひどく腹を立てたのだ。お前にしっかりと説教してやらねばとな。風よ散れ、風よ散れ。正直をだが、しばらくあやつがこせっかくの縁談を悲しい結末にどうやって決してバレん。お前はわ変装が成功。この話についてはひとまずここまでとしよう。だがわらわが言及したかった点はこれだけではないぞ。記憶を失ったのは分かっておるが、仙人の血を飲めば魔物に狙われるようになる。これほど簡単な道理もお前が忘れてしまっているとはな。まったく体が弱っているというのに勝手に出歩いたせいだ。わらわが追いついていなかったら、お前もあの若造も仲良くあの世に行っておったぞ。周辺公務のキス。ことはな、お前の身、何しろはとにかく無事、それだけで。や、ふん、風よ。ことのあらましは大体こんな感じだ。待って、私が小さい頃に見たあの白い鶴の仙人ってもしかして。ああ、そのことか。忘れるところであった。お前はエン、あの時の理由を聞く。わらわはし、エンタイが人の姿になる前、あの子はじゅん、これも。物語はこれでしまいだ、エンタイ。わらわはお前に謝らなければならない。万民堂で会った瞬間、わらわはお前の正体が分かっておった。わらわにとってお前は関羽や神格と同じで、わらわの弟子なのだ。今回リーウェ公に赴いたのも、もともとはお前の物語を最後まで書き上げるためだった。だがわらわは
お前の正体を明かすことができなかった。すべてをありのまま伝えてしまえば、その記憶は他人が述べた物語になってしまう。お前が自分で思い出さなければ意味がなかったのだ。たとえその過程で痛みを伴おうともな。さて、他にわらわに聞きたいことはあるか？仙人様、私は教えてください。わらわはあれを年長者た物語で好きな時に旅立つことができ、帰りたくなったらいつでも帰ってこられる。これがわらわの弟子に対する接し方だ。無論お前お前自身も40年前、お前は未来なき道を選んだ。この地で丹薬を作りはしたが、それはお前のその道を数十年伸ばしただけに過ぎない。わらわも決して万能ではない。このままではお前は自分が人間だったということも忘れ、知能のない化け物になってしまう。だが幸い、お前は過去の記憶を思い、再び鶴、普通の鶴に。仙人、この業そう多くはない。急ぐといい。おばあちゃん、行かないで。私にはもうおばあちゃんしかいないのに。ああよしよし、悲しまないでおくれ。おばあちゃんは幸せな人生を過ごせたんじゃ。思い残すことはない。あとは宗玉ちゃんのことだけじゃ。ちゃんとご飯を食べるんじゃぞ。今が育ち盛りなんじゃから、しっかり食べないと大きくなれんからな。おばあちゃんがいなくなっても体を大切にするように。ああいい子じゃ。大丈夫、鶴になったらおばあちゃんは奥蔵さんで一番すごい鶴になるつもりじゃ。昼も夜も頑張って修行をしよう。そしていつの日か変化薬に頼らずとも人間の姿になるんじゃ。その時はまた一緒に暮らしてくれるかい？ああよかった。しばらく会えないけど、共に頑張ればいつか再会できると信じておるよ。申し訳ない、仙人様。大丈夫。苦しみや悲しみ、
辛さを涙で流し、心の平穏を取り戻す。これも成長する上で欠かせぬことだ。この剣もこれで落着した。信じてる。離れ離れの日々は必ず終わりを迎えると。あらゆる苦難を忘れて。悪夢を見たのか。どういうことだ。心穏やかな状態ではいい夢を見るはずだが。いい夢だった。ただ目覚めたくなかったと。わらわは話術に長けておるが、慰めの言葉をかけるのは不得手だ。お前は十分に頑張った。その意志の強さや困難を恐れぬ心はわらわも知っておる。故にどのような夢であろうと、お前なら実現できると信じておる。無論その過程で何か危険な目にあったり疲れを感じたりしたら、わらわを尋ねるといい。何せ都市的にはわらわもお前の年長者と言えるのだから。よしと父や。なぜそのような考えを。おばあちゃんにとって過去の選択は間違いだったのかもしれない。そのことでおばあちゃんはずっと自分を責めてきた。でもおばあちゃんは仙人様のような立派な仙人になって、困ってる人たちのために何かをしてあげたいの。
そういえば、エンタイの血を引いている以上、お前も純粋な人間とは言えなかったな。ふむ、そこまで言うのなら弟子にしてやろう。仙人様、ありがとう。ううん、ありがとう、師匠。総玉、よく考えてから決めた方がいいぞ。言っておくけど、オイラの知ってるシン君の弟子は二人ともいっつも苦い薬草とかを食べてるんだ。精神とかルリ袋とか。こいつの弟子になったらもう今までみたいに万民堂で美味しいもんを食べられなくなるんだぞ。それはどういう理屈だ。は修行の道とは皆けど、ここには何にも美味しいもんがないだろ。ふむ、確かに奥蔵さんは景色こそ美しいが、俗世の人間らしさにはいささか欠ける。ゆえにわらわはリーユエコーに移住することにした。総玉は俗世におけるわらわの一人目の弟子となる。リーユエコーに引っ越すのか。どこで暮らそうとわらわは気にしない。ただ心の安らぎを求められればな。だがわらわの弟子たち、カーンや神格、そしてエンタイも最終的にはリーユエコーに移り住み、人間と共に暮らすことを選んだ。わらわもここ数年常々反省しておったのだ。教育理念に偏りがあり、あの子たちへの配慮が足りていなかったとな。今のリーユエコーに一体どのような魅力があり、何があの子たちを引きつけておるのだろうか。わらわには判断がつかん。そこでだ、わらわもしばらく暮らしてみようと考えた。ん？なぜ黙っておるのだ。おいら、まだこの衝撃的な発表に頭が追いついてないぞ。つまり今度からリーユエコーに行けばお前と食事できるってことだよな。今日リーユエコーに変えてもわらわにはやらねばならんことがあまたとある。お前らの暇つぶしにいつでも付き合えるわけなかろう。ふん、だがまあ、もし暇ができたら少しは付き合ってやらんこともない。わらわは人間という身分でこれからリーユエコーで暮らす。ゆえにお前らもくれぐれも気をつけるように。うっかり口を滑らせてわらわの正体をバラすんでないぞ。おお、秘密はちゃんと守ってやるから安心しろ。それでいつからリーユエコーで会えるんだ。おそらく2日後だろう。同店にいる時は清貧な暮らしをしておったが、外に出るとなるとゆとりを持つ必要がある。ゆえに同店の方々と発明品を整理し、いくつか売り払うことにした。今後の生活のためにな。それとリーユエコーで家を買うつもりだ。前回行った時にチコガンの近くでなかなか良い物件を見つけてな。それもまたモラがいるような理由だ。へえ、いろいろ考えてるんだな。2日後にリーユエコーでまた会うってのはどうだ。よかろう。ではまた2日後に。それとこの吉夢残影神儀は記念にやろう。今後心配事があったら旋律に耳を傾けながら心を落ち着かせ瞑想するといい。新たな、やった。そういえば行く秋に真相が教えるって約束したよな。約束